おはようございます。前髪が分かれる。おはよう。え、すごい、タコタコ、としひろさん、タコありがとう。リラックマストア、初夢忘れてた。まだ見てないわ夢。初夢まだ見てないです。昨日は福袋びっくりした。嫁もびっくりしとった。本当ですか。はよ、よかった。今日ちょっとみゆみゆに似てる。うそ、服じゃない。服こんなのみゆみゆよく着てるからじゃない。うん、初夢まだ見てない。おはよう。おはようございます。今日はね、一日オフなんです。ひでにゃんさん、大崎上島のカズさん、ありがとう。パツンカありがとう。石剣魔神さん、ありがとう。綺麗なっちゃん、ありがとう。前髪が間に合わなかった。白い、黒い服着たけん白い。お昼も配信しようかなと思って。うん、いいですね。マリオパーティー、豚丼マンさん、ありがとう。昨日何の夢見たか覚えてない。それはね、夢見てないっていうことよ多分。そしたら今日が初夢よね。私も見てないから、まだ一富士二鷹三なすび間に合う気がする。麦茶ジエンドさん、ありがとう。顔違ってきてる気がする。嘘、違うんよ。今日前髪巻いてないけよ今多分。いつもは巻いとるけんふわっとしてるけど、巻いてないし、髪黒いけん、髪じゃないし、服黒いけんよ。はよ、なんて読むんだ。萩原浩平さん、萩原浩平さん、お誕生日おめでとう。よいしょ、萩原浩平さん、おめでとう。画像が良くない、どういうこと。
ぱいジャーボン格闘佐藤真也くんダダダダムダさんマセさんありがとう。ホワイトボードないと後ろ寂しい。背景これ変えたいんですよね実は。なんか白い背景とかにしたいんだけどね実は。おはよう。30分に終わります。今日はスプラトゥーンやり放題。そうだよ。釣りが悪い画質ですか。画像じゃなくて。嘘。おはよう。お年玉もらってないな。朝から道見れて幸せ。ありがとう優しい。うん、おはよう。スイッチ持ってるよ。そう、今日はオフ。まだもらえる年？本当？すむならならいやよれ。うん、すべての恋はお年玉。前髪がやだ。ここ上がれるの俺がやだよ。はよ。今から福袋あげま開けます。本当まさみくんありがとう。福袋、そう福袋のやつ、これいい感じ。あのね、福袋7日までなんかウェブで受け付けてるらしいので、あのゲットすればよかったという方もまだ間に合う。まだ助かる。まだ助かる。ここまだ助かる。ゆうさんありがとう。2019。らしいよ。得点は分かんない。ゆうじくん、ゆうさんありがとう。面白そう、まだ見てないんず。面白そう見てないのと、アメトーーク見てないのと、見なきゃいけない、いっぱい。初詣は行きましたよ。うん、アメトークは相変わらず面白かったよ。面白いですよね、いつも。私はね、生まれつきテレビっ子ゲームっ子だった。でも外でも遊んでた。なんだろう、バランスも取れた生活。おはよう。
今日目が腫れてるの。うん、おはよう。カズチンさん、タコありがとう。ラッシュくん、セリアさん、最高かよ。塾も行ってたしね。直也くんありがとう。ブーさんありがとう。そう、頑張ってた幼き頃。タイガーマスクさんありがとう。白い仕事着のみくちゃんありがとう。かわいい？ほんと？おはよう。努力はしてないんですよね。でも努力と思ってない、思ってないし、努力でもなかった気がする。そう、頑張らなきゃ。なんか何かをね。やっとイモス見た。トロミチコッコ、おー懐かしい。いい子いい子ありがとう。ギターはねまだできないからね。頑張るね。強くないよ。ありがとう。カズチンさんありがとう。ちっちゃい時は学校行って帰ってから外でキックボードして遊んで、家帰ってゲームして、ご飯食べて宿題して寝るみたいなさ、すごいなんか充実した生活だったけど、最近はずっとカタツムリ、コタツムリゴロゴロしてるから、ヨガでも始めようかな。コウキくんありがとう。そう、お休みツイート写真も素敵でした。ありがとう。あの頃はは、よかった。コタツムリ、そうだよ。そう、キックボードを始めるの？逆に。運動はダンスでしかしてない。広島にヨガ教室開いてくる。本当？行きますわ。筋トレはねあんまりしてないけど、あのなんだっけ、ストレッチとかならたまに家でするよ。そう、股関節が柔らかい方が足が痩せやすいらしいからね。ホットヨガやってみたい。あと走りたい。走らなきゃ走らなきゃ、女の子だもん、恋をすると。ダイヤモンドより硬い。うそ、やばいやん。筋トレしないのに腹筋すごいのか。腹筋はでもなんか光が当たったりしたらなんか割れてるねって見える感じで、そんなにあのパッとした時に割れてるって感じじゃないんかもしれん。最近ちょっとそうなり始めたけど、なんかあの多分筋肉がつきやすい体質なんですよね。
そう、めっちゃ筋肉つきやすいと思う。はよ、今度握手会参加する、待ってます。あ、お肉はないかも。お腹は、下半身ばっかり、上半身は全然太らないんですよね。上半身は何もない。そう、今村筋肉そう、代謝、これ見て、青汁、はすきさん、ありがとう。いくら食べても太らないの。なんか太るのはね、下半身か顔って感じでね、上半身太ったこと一回もないかも。そう、全然、上半身はね、全然ですね。はいよ、青汁たまに飲んでる。すごい、偉いね。まあ、ちょっとは太ってるけど、あのちっちゃい時よりは。そう、でも結構上半身は本当にね。おはよう。飲むヨーグルト、いらないお肉もらう、本当怖い。どうやって、なんか好きです、ありがとう。そう、あーちゃんが腕細いって褒めてくれた。あーちゃんじゃなくて、あーちゃんのお母さんが言ってくれてたらしい。おはよう。さゆ、おせち何が好き。あれあれ、おせちあれが好き、数の子、数の子が好きです。そう、握手してみたいです、待ってます。ぜひぜひ。お昼ご飯作りたいんよね、今日。作れるかな。また昨日の髪型してほしい。やってみたい、やってみたいと思うておるよ。お餅は磯辺焼きが好き。あんまりでもね、おせち食べたことないんですよね。三谷君千人さん、ありがとう。あのね、昨日のね、お団子をね、溶いたらね、すごいだろうなって思ったら、意外とね、そんなにピン出てこなかった。大きいのがね、2本とね、このあとちっちゃいのが5本だけだった。メイクさんがやってくださいました。たぬきの大成さん、ありがとう。ずっとお団子しててほしい。嘘、そんなに似合ってた。佐藤真也くん、ありがとう。みち幸せそう。そう、なんで。そう、すごかった。髪が上手に巻けんけね。ここら辺のくるくるがね、自分じゃできなさそう。お
団子買ってきて頭につけたら飯みたいになるよ。今日バイトなんだけど夜配信何時？わかんない。幸せ。なんで？昨日の良かった。何しても可愛い。ありがとうございます。優しいですね皆さん。巻き髪めっちゃすこ。おはよう。似合いすぎて似合いすぎて幸せよ。ほら歌ってる。幸せは歩いてこんな言った、歩いて行こうんだね。いい歌ですね。道を押せててわいは幸せ。優しい。教室並べいっぱいしようと思って。そう、んー、この前髪がいいのかな。かわいくないよ。毎日アイドル300日の日何かあると思ったら握手会の日。すごい。やっとここまで。30日か。30日じゃない、300日。 Thank you ロールスライスさん、三谷君仙人さん、クマありがとう。クマありがとう。なんか食べ歩きしたい気分。ほんと？自分はね、カラオケ屋さんに行きたいな。カラオケ行きたい。ラッシュくんありがとう。あと60日か。そしてね、カラオケ配信じゃなくてカラオケに行きたい。普通に五穀神社行ってくる。うそー。うん、スーさんさんありがとう。何を歌うの？私の好きな曲いっぱい。みゆみゆが今日カラオケ行ってる。そうなの？カラオケ行きたい。でもカラオケ屋さん行ったら結構ずっと男の方の曲歌ってるんですよね。意外？意外でもない？そう、イシケンマシンさんありがとうございます。そうなんです。あのユニゾンさんとオフィシャルヒゲダンディズムさん、でもアイドルソングも歌うけれど、ミーシャさんもたまに歌うっていうか、なんかあるんですよ気分がね。歌い上げたい気分とか、その時の気分で歌う曲も違うけどね。ユニゾンさんめっちゃ歌う。やめね。あと愛子さんとか。そう、愛子さん9時30までやっけ。45にする。大塚愛ちゃん、あ、でも歌いますね。ピーチとか。西野カナさんはあんまり歌わないかも。あいみょんさんも歌うけど、あいみょんさんは難しい。ゆうじくんなんだな。ラムナさんありがとうございます。バチガイハミングバードすこ。わかる。いや、あのね、あの違うんですよ。バチガイハミングバードはね、やばいよね。あの YouTube に載ってる
結構昔のライブのわわわワンツースリーがね、あのわわわワンツースリーが3人で映るところが本当にかっこいいから見てください。キスハグしか勝たん。キスハグ大好き、ボーイフレンドも好き、アイコさんめっちゃ好きなんですよね。そう、あ、シシャモさんも歌う、君とゲレンデとかね、チリパで聴いてから黄昏で聴いてます。黄昏、黄昏さん、やる気で、やる気っていうかね、元気出ますよね、なんか心にしみる。生き物係さんもでも歌ったわ前。実はね、いつもカラオケ配信するときね、8時からとかだったら7時に入ってね、練習してから4時間とかやるじゃん。そしたらちょっと歌いたいなくてちょびっとだけ歌うんですよ。そう、その時はね48全然関係なく歌ってる。椎名林檎さんあんまり歌わない。うん、Perfumeさんは歌わないかも、聞くけど。ユニゾン昨日伝えて CD 借りた。おお、一人でも最近もう行けるようになった。人から結婚する。ミセスグリーンアップルわかる、もちろん、もちろん。男性アーティスト歌わんの？男性アーティストってブルーレイレコーダーの福袋そんなあるんですか？すごい、すごい。トリプル A よね。マンウィザミッション。富士二鷹さんなすび、私も見てない。ヨウイマンさんありがとう。ナインさん知ってるよ。毎回いいかな、もう怖がる、何しないよ、巻き返すチャンスもあるでしょ。ベルゼバブの主題歌だ、これは。ベルゼバブ見てたんですよ。キーは変えたりしない。ペダルをガンガン歌いたい。歌って、うみかさん。ね、シャンくん、徳島のヒーくんさんありがとう。ガンガンに入って、ガンガンに歌ってる時に店員さん入ってきても歌い続ける人のメンタルすごいよね。自分はそれが怖くてあんまりご飯頼めない。そうだ、リーガルハイだ、ベルゼバブじゃなかった。すごい、よくわかりますね、イカグリさんありがとう。リーガルハイだ。ベルゼバブは何だっけ、バスストップだ。あれ、バスストップだっけ。スマイル弟さんありがとう。人からだと ST の曲をガンガン歌う。本当？ありがとう。未知の一番歌いやすい ST の曲は？ペダル。和楽器版のせん、あれ、千本桜とかね。カラオケ配信今 iTunes カード当たるね。でもカラオケ、そっちのカラオケじゃないんですよね。
ジュ好きだ、ありがとう。カラオケの機種はダムさん。家族でカラオケ行ったことある？意外とないかも。意外とないかも。おはよう。そう、ペダルが一番。カラオケ採点で最高得点。覚えてないけど。徳島のひーくん、タコありがとう。ペダルのミュージックビデオってなんで見れるのかな。YouTube？ 誰好き一番好きだけどむずい。嬉しい。誰好きは難しいよね。すごい眠い。起きてー。バシ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 。お出かけしてきま、行ってら。明日休んだら仕事。なんか太った。おはようございます。おしめありがとう。メダルの歌詞はアイドルだし。イコラブばかり歌ってる。福島のひーくん、こうたくん、ありがとう。そうだね。くらさん、ありがとう。ゆうき総長さん、ありがとう。自分でやってみようかな、今日。お団子、お団子ね、あれだったんよ、楽だった。そう、おはよう。今日いっぱい寝たけん眠くない。みちは視聴が欠かさないテレビ番組ありますか？水曜日のダウンタウンさん。とかかな。お団子の画像茶髪に見えた。そうそう言われた。髪の毛の色変えたって。そう、昨日おみくじ引いたら22番で勝手に喜んでた。お、運命や。それはそう。なんかね、寝てなかったらね、色素が薄くなるんですよ。なんか目もさ、色素薄かったよね。はよ、昨日。そんなことない？初夢覚えてない？まだ夢見てないから初夢まだでした。私きっと。そう、寝てなかったらね、目もね茶色くなってくるんよね。格付けチェックも見ましたよ。そう、ビリルビンというものがあって。やっぱり寝てないとなるんですか？そうなの。ドド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 ド。みちの夢見た。
信じるか信じないかはあなた次第です。どういうことよ。ビリルビンって何？ほう、難しい。5時に寝た。遅い。 PS 系のゲーム。何 PS って。いい歌。あ、プレステ、プレステ系のゲームで何？動物の森 Wii U バージョンあるの？寝なかったら色素薄くなります？うん、おはよう。バイオハザードか。ゲームしなさそうなイメージが。めっちゃするんですけどね、意外つ。チャンゴーさんありがとう。意外つ、意外と。キングダムハーツしたい。なんだっけ、キングダムハーツだっけ。スイッチあるよ。確かに。福ちゃんのいない生活は。おっさんズラブいいね。最近ゲーセン行ったけど、あのコインの更新だけだった。コイン預けてるから、その更新しに行っただけだった。ゲーム機壊したことあるの？あら、え、 Wii の、 Wii じゃないや、スイッチのさ、ドラクエ出ますよね、この後っていうか、今後っていうか、あともうちょっとで出るよね。何もかもが好き、ありがとう。棒を解け、何棒を解け。え、出るよね、出るよね。やらなきゃ、そりゃやらなきゃ、楽しみ。おー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 、そう、わーい、わいわいわい。ビルダーズ、嬉しい。ドラゴンクエストができる。チューニーズ、俺もやろうかな。やろう、ゲーム教えて。全然教えます、教えるって、教えれるほど自分も。あ、でもね、私ゲーム上手よ。そう、私ゲーム上手。とりあえずスプラトゥーンとしよう、スプラトゥーンしよう。やる日もあるよ。ゲーマー、スプラいつも何時くらいにやってるの？でも館内バラバラ。モンハンしたことありますよ。モンハンお父さんがね持っててね、カセット全部もらったから。あのスイッチのモンハンもあってね、一回モンハンやってみたけどね、やっぱりなんか
あれクエストクリアしたらもういいんだっけ。なんか難しくて操作があんまりできんかった。ねえ、ドラクエやりたいよね。へえ、スプラトゥーン教えてもらいたい。うん、教えたいっていうか教えれることもそんなにないけどね。未知の握手券取るためにスイッチ打っちゃった。ありがとうありがとう。もしかしてドラクエ好き？めっちゃ好きですよ。大好き。ドラクエゲーセンで踊ってそう。やらん。それはスプラトゥーンって弟やってるの見たけど何が面白いの？私もね、なんかスプラトゥーンって面白いんかなってずっと思ってたんですよ。ドラクエのレベルアップを目覚ましに使ってる。そうだよ。スマブラはやってない。アイルの名前当てます。チップアイルまだ獲得まで行ってない。ももさん鼻声。ももさんありがとう。縄張りバトルばっかりしてる。諦めん。スプラトゥーン自分もなんか楽しいんかなって思うとったけどね、やり始めたらねめっちゃ楽しかった。スプラトゥーン対戦しよう。しましょう。負けないぞ絶対に。ね、スプラトゥーン対戦会みたいなのあったらいいのにね。武器はねローラー。最近なんかスプラローラーのなんだっけな、なんかいいやつに変えた。あれはやったらわかんない。何が楽しい、面白ポイントはないっていうか、なんだろう。そんな求められても無理ですよ。やらんとわからん感じ。わからんけど自分もやってから楽しく思った。そう、かわいい、かわいい、かわいいし、なんか目的がはっきりしてるからやりやすい。なんか楽しい。そう、なんか楽しい。徳島のひーくんありがとう。なんかね、縄張りバトルっていうのはスプラトゥーンの会場が一つあって、で4人一つのチームが2つあって、でピンク色と水色とかでどんどん絵の具を塗っていくんですよ、その会場に。でその塗った面積が広い方が勝ちみたいなゲームなんですけど、スプラトゥーンの縄張りバトルは。でもそのそれがその多く塗ればいいってさ、企画じゃん、目的が。だからやりやすい。そう、おはよう。はい、やろ。ローラー塗りやすい。やります。いちご大福さん、植木くん、ありがとう。それでは、壇上を読んでいきたいと思います。13位、ヨシティさん。なんじゃこりゃ。シュピン。星投げ。12位、イシケンマシンさん。サーモンランやってない。やってみたいな。まだあんまり始めて立ってないから慣れてないんですよね。
11位ペルーサさん、10位クラさん、なんか9位シャンくん、8位チャンゴーさん、7位まさみくん、バサバサ、6位ダダダダムダさん、5位としひろさん、4位ゆうさん、マペットマペット、3位すーさんさん、じゃ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 ん、2位三谷きにせんにさん、そして1位はドゥルル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 じゃじゃーん、セリアさん、イエーイイエーイ、ありがとう。13位ペルーサさん、12位クラさん、11位試験マシンさん、10位シャンくん、9位チャンゴーさん、8位まさみくん、7位ダダダムノさん、6位徳島のひーくん、5位としひろさん、4位ゆうさん、3位すーさんさん、2位三谷きにせんにさん、1位セリアさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルルルルルンジャジャン、ソリオさん、ラッキーボーイ、ありがとう。Thank you。 皆さんいつもありがとうございます。ポケモン GO はねやってないけど、ピカブイやってるよ。船に乗った、初めて来ました、ありがとうございます。ぜひフォローお願いします。またお昼にするかもしれません。広島寒いか分かんない、こたつにこもってるから、でも多分寒いと思うけど、でも今日はなんか空が青いからあったかいかも多分寒い。やっぱ一番かわいい、やっぱって、やっぱって、オダリナさんとね、あの一緒だったんですよ、パジャマが。じゃけんね、一緒ですって言ってね、一緒の同じパジャマを着とる写真を送ったらね、その写真がブレとったんですよ。ブレてるのを、顔がブレとってから、で顔をなんかあんまり自分の顔を送りたくなかったからブレてた顔にしたんですけど、なんでブレてるのって言われたから、あのなんかなんとなくブレてるのを送りましたって言ったら、言って、その後に小田里奈さんからはブレませんって言ってね、そうかましました。小田里奈さんをラブを、ありがとう。七並べしなきゃ当たろうね。どのパジャマが一緒だった、好き好き好きのやつ、そう、パジャマが同じ実質沿いねやばくない、その実質
なんでそうなるん？面白い。好きだよ、ありがとう。七並べおしまいイベントの名前やめてほしい。あ、やりますね。俺に推し編してもいいよ。そうだよ、好き面です、好き面。皆さん皆さん、デブニアさんありがとう。当たろう、今日は七並べやると決めたからやりたいと思います。それではまた後でお会いしましょう。多分また後でする。七並べ久しぶりに、久しぶりにしようね。はい、それではまた後で。バイバーイ、ありがとうございます。何時からやりますかね。もうやります、もうやるよ、これ終わったら。今日はオールデイ七並べ。あ、でもメール送ってからやるけん、やっぱり。じゃあ10時からやる。お疲れ、ありがとう。また後で。バイバーイ。ありがとうございます。